バーラファエリ、バルレファエリはイスラエル出身のファッションモデル。米国の俳優レオナルド・ディカプリオとの交際関係によって特に知られている。18歳児のバーラファエリ生後8ヶ月からキャリアをスタートさせ CM に出演。15歳の時にアイリーン・マリエモデルズと契約。2007年から本格的に活動し、エルやマキシムなどの紙面に登場。2009年に ベーザースポーツイラストレーテッド2月号の水着特集号でカバーを務め、同年2月には水着姿がサウスウェスト航空の機体にプリントされた。イスラエルのほどハシャロン出身、両親ともにユダヤ系。2005年から俳優のレオナルド・ディカプリオと交際し、2007年に一度破局したが、その後復縁。しかし、2009年に再び破局。 しかし同年のクリスマスと年末年始の休暇をメキシコのリゾートで一緒に過ごし、またも復縁したと言われている。ディカプリオとの交際に関しては、2010年、結婚を避けるようにとの勧告状をイスラエルの政治団体、レハバから受け取ったことがある。同団体の代表者にあたる、ユダヤ過激派活動カバールーフ、マーゼルの筆によるもので、ユダヤ人種の血を薄めるべからずとの内容であった。 2015年に10歳年上のイスラエルの実業家と婚約、ありがとうございます。